はい、皆さんどうもこんばんは、ゆうと申します。よろしくお願いいたします。今回もですね、バイオハザードビレッジかの体験版の方でね、遊んでいきたいと思います。あー怖い。あーもう早々に怖いんだよな。そう、前回の続きなんだけど、でこのお目目実は知ってるんだよな。あー怖いな。前回行ってないとこ行ってもいいけどな。いやーでもどうしよう。あー怖い。あー怖い。なんか前回と違うのが、前回はね、銃がなかったんだよ。今回さ、もうすでに銃がある。あー怖い。あれ？これじゃない？あれ？なんかさ、部屋があってさ、それにさ、お目目装備できるはずなんだよな。それに行きたいんだけど。あ、これ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 。うえ、何回見てもめっちゃ怖え。はい、行きたくねえな。あ、やめて。あんまり装備しないで。あ、やめて。あー、開くぞ。やばいやばい。もう銃の撃ち方だけ教えてほしい。銃の撃ち方だけ教えてほしい。銃の撃ち方だけ教えてほしい。ない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 。なんか来た、なんか来た、なんか来た。待って、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 まだ当たってないとこいっぱいある。ちょ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 。あ、え、手穴開いたんだけど。男バラすのは久しぶりだ。構えて、構えて、構えて、構えた結果なんだよ。もう、早それく行っから頸動脈を切ってあげるわ。生きたまま死んでから、ちょっと待って、どっちょっと待か。って。うわ、なに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 、ちょっと待って待って待って。そうだ、いいわ。これでおしまい。これどうしたらいいの？どうしたらいいの？ちょちょちょ、待って待って、説明、それで。説明くれ、説明くれ。ちょ、待って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 
あ、待てな。これ装備いけないの？装備きたー。ほら。ガンパウダー。あ、ガンパウダーいいね。ガンパウダーってあれでしょ？自由の弾作るやつでしょ？ちょっと待って、本当に怖い。本当に怖い。あと走り方どう？向こう側から、また？そのパターン好きだね。あ、ちょっと待って。あれ、さっきのやつどこ行った？なんか、美人どこ行った？美人って呼んでいいの？お姉さんどこ行った？なんか、ほぼ人間の、人間じゃない、あの、美女、どこ行った？あ、あ、怖い。あ、何？調べる。はい。ドミトレクス、あ、嘘、ごめん。ドミトレスク、あ、合ってんじゃん。ドミトレスク城におけるワインの歴史は、現在の、あ、ちょっと長えな。まあ、あの、間にワインの説明だね。はいはい。で？いや、もう、でもあれだけ、あ、もう怖い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 。調べる。え、どういうこと？あー、なんかアイテムを使って、花を授けし、特別な一本を。あー、お花？お花欲しい系？あー、おしゃれだね。疲労薬液。あー、回復できるやつね。なんかね、ゲームによって、ゲームによってっていうか、バイオハザードの種類によってね、回復できるものが違うんだね。ハーブとか、物にも、あー、怖い。本当に怖い。さっきここいたからな。いや、でも一回出会ったから、正直もうこっちのもんだよね。ちょ、マジ、行くわ、もう。もう潔く、え、何言って壊す。あ、なんかこれ壊すのもったいなくね。ハーブ。あ、来た、ハーブ。あ、ハーブあるじゃん。回復薬を合成。あ、合成はした方がいいわ。あ、本当に死にそうだもんね。あ、そういうことか。これで、ハンドガンの弾を作れるってことか。あ、いいね。アイテムを合成しました。はい、いいと思います。え、これはハンドガンの弾は作れないの？どういうこと？もうわかんなくなってきた。まあ、なんか作れそうだけどな。あ、違うわ。一個ずつしか持ってないからさ、か、噛んじゃった。二個いんのか。はいはい。オッケー、了解っす。あ、え、これなんだっけ？これどこ？あ、これ入っていいの？え、あ、怖い怖い怖い。なんかもう一回来るんじゃないの？もういらないよ、もう一回。もう、もう。ディナーまで待って。あ、待って、ディナーまで。あ、来た。うわ、死ぬ。早く。ほら、ほら、ほら。いいわ。
これだから前に銃が効かないからもう何パターンじゃないワンチャンこれ一番賢いちょっと待って血が騒いできたわちょっと待ってちょっと待ってちょっと待って待って動いてない無理無理無理死ぬじゃん無駄に死ぬじゃんバカなんだあちょっと待ってちょっと待ってちょっと一旦やっぱ回転銃で回転あ間違えたこれ薬液使っちゃった違うあの銃をあれあれなんだ早く、もう早く、いて。待って、今どこにいるの？結局。あ、俺がそっちタイプ？ちょ、待って。あ、ちょ、ドア開けてくんない？あ、早く。お姉さん。あ、ちょっと分かった。気づいた。これ弾ねえじゃん。すげえ、なんかかの有名な CM で。あ、ちょっと待って待って待って。お母様は言ったけど。お母様は美味しいじゃん。美味しいじゃない。知らねえよ。お母様の知らない。死ぬ死ぬ死ぬ本当に死にそう。じゃ早くハンドガンの弾ください。あ、ちょ、何ちょ、もう一回見てて。あ、剥がす。はい。はい、ちょ、早く、ほんと死にそう、ちょっと早く。あ、これ行こう。あ、やばい、死んだ。大丈夫。生きてる。あ、いいね。ちょっと待って、ハンドガンの弾ください。お願いします。何え、急にこれ大丈夫、死なないよね。今日からお城で勤めることになった、使用人が女の人ばかりでびっくり。上司さん、お前、お城のね、主ね。と、お嬢様たちの機嫌だけは損ねないように強く言われた。どんな人たちなんだろう。お城に来て今日で2週間。なんだかこの城は少し怖い。同僚のアデラがダニエラお嬢様に粗相をして顔をナイフで切られた。え？怖っ。夜になると亡霊みたいな鳴き声が聞こえる。家に帰りたい。そりゃ帰りたいわ。どうしよう。お嬢様たちが食事しているとき、あまり暑いから少しだけ食堂の窓を開けた。そうしたらお嬢様たちが一斉に私を見て叫んだ。すぐに閉じろ。きっと私も地下に連れて行かれる。どうしよう。ああ、もうほらー、これ見たぞ、これ。え、これ見たぞ。あ、待って。あ、いなくなってんじゃん。あー、てかお城の中全然調べらんなかった。一階のさ、なんかロビーじゃないけどさ、なんか暖炉みたいなとこをほんと調べたかったんだけど。やばいなー、調べられなかったなー。どうしようかなぁ。あと、走り方、もう全然わかんないんだけど。お前、どうやって走んの？あー、やだなぁ。この潜っていくところ、むっちゃ怖いんだけど。行きたくない。本当に行きたくない。心の奥底から、なんかいる！なんかいる！待って。なんかマダムいた。なんか、え、これ行ってない？え、もう怖い。本当に怖い。もう無理。本当に無理。そんなマダームと戦う勇気ない。もう本当に怖い。あー、待って、本当にあのあれ欲しい。銃じゃない、弾。銃を持ってたわ。あー、待って。てかさ、あれさ、銃で撃ってたけどさ、意味なかったじゃん。ということはさ、やっぱナイフが正解だったんじゃない。うわー、もうこの自分の影がめっちゃ怖え。あー、やばい。早くこの、あ、間違えた。これを調べる。え、別に調べない。何か分かって、あ、そうか、これを装備してリロード。あ、 OK、 了解です。そういうことね。で、何かあったらすぐ撃つと、あれ扉、あれさっき歩かなかった。あ、そうか、閉じられたのか。あ、本当に怖い。そう、弾10発しかないからね、大事に使おう。あ、なんか燃えてるんだけど。ちょいちょい今回人いるんだよな。前回の時はね、武器なし敵なしだったんだよ。あー、今回武器あり、敵あり。いやー、絶対来てくれ。あー、めっちゃ燃えてる。あー、もう誰かがだって火をつけたってことだもんね。あ、間違えた。しゃがんじゃった。あと、この人さ、背低くない？多分。あ、え、何とか言ってんの？明かり？あー。光ってね。あ、あー、そういうことね。賢い。たまたまぶつかっただけだけど。あ、ちょ、待って。ちょ、お願い。言うこと聞いて。ちょ、お願い。いた。え、どうなった？なんか、すごい、コントローラーはブーってなってるけど。え、扉開いた。扉はなかったか。あー、怖い。暗いんだけど。うわー、あいゆーえい。あー、行きたくない。ちょっと待って、一旦終わろう。ちょっと探索終わろう。ちょっと多分死にそう。こっから先。ということで、また次回に続きます。
ご視聴いただきましてありがとうございました。チャンネル登録、高評価の方もお願いします。またねー。